自由主義進学、自由主義進学、自由主義進学、リベラル、リベラリズムは、キリスト教のプロテスタントの進学的立場の一つ。その発生以来、プロテスタント教会の主流エキュメニカル派の多くが、要する立場。自由主義の語は、社会学、政治学用語からの過剰であり、進学分野では、歴史的、組織的な教理体系から自由に、 個人の理知的判断に従って再解釈するの意である。協議、競理の批判的研究である協議士を確立させた。かつては新進学とも呼ばれ、日本のキリスト教会にも大きな影響を与えた。用語、自由主義進学は、これら科学や聖書学の成果を謙虚に受け入れる理性と、 保守的信仰を両立させている層から、宗教的に甚々しく形骸化している層、いわゆる宗教色の希薄な信仰者、共感層までを幅広くカバーする。現代の正方形教会においては、日本キリスト教団内の一部、ルーテル教会各教派などのプロテスタント各主流派、メインラインプロテスタントがこうした立場を受け入れている。これらの教会は、 その立場に立たない教会からは、リベラル派、エキュメニカル派と呼ばれることもある。近代主義神学の父と呼ばれるシュライエルマッハーが、リベラルの基礎に当たるとされ、アルブレヒト・リッチュルとアドルフ・ハルナックが、代表的な神学者として挙げられる。また、自由主義神学の行き過ぎに対して、危機神学、弁償法神学と称される、新恐竜を起こしたカールバルト、 エミール・ブルンナー、ラインホルド・ニーバーとヘルムート・リチャード・ニーバー、パウル・ティリッヒ、ルドルフ・ブルトマンなどのいわゆる新政党主義の進学者らも、主に福音派からは、抗議の自由主義進学者に数えられたり、古い自由主義進学の最高として、新自由主義進学と呼ばれたりすることがある。加えて、福音派からは、ブルトマンの非神話化について、現代のリベラル進学に共通する発想と、 基本的論理と言われるとがある。プロテスタント内の福音派は自由主義神学の立場を取らない自由主義神学と対地される立場。カトリック教会においては自由主義神学の限界が認識されている。教皇ベネディクト十六世は自由主義神学について神の国を個人主義的に解釈しようとするものであり、一面的で根拠のないものであるとした。東方教会。 正教会、東方諸教会ではそもそも神学、歴史の前提が正方教会と異なっており、自由主義神学と反自由主義神学といった論争の軸が存在しない。1750年頃から西ヨーロッパにおいて、キリスト教で正方教会におけるカトリック教会、正公会、プロテスタントの別を問わず伝統的に捉えられてきた天地創造、 および様々な出来事に及ぶ神の説理といった解釈に対して決別するという合理主義の潮流が大陸系プロテスタントの中に生じた。なお、これらの潮流を指す合理主義は自称ではなく他者からの呼び名である。この時の潮流は教会に対する反発といったところに原因はない。1760年代にカトリック教会を抑圧、反動として非難した。 カトリック信徒のボルテールとは異なり、当時のプロテスタントにおいては、教会、牧師たちはおもんじられ、腐敗が非難されるといった事態は生じていなかった。18世紀の合理主義は、宗教改革と哲学者の多様な観念の接中を目指したものであった。これは、伝統的解釈との決別といった面において、一種の反乱とも評価されることがある。 ただし18世紀の合理主義は諸科学がまだ黎明期にあり、科学は未成熟で生殖作用のプロセスもほとんど知られていなかったこともあり、伝統的概念に変わる新たな体系を提示することはできなかった。19世紀に入ると18世紀に生じた折衷的とも称される合理主義は諸科学の進展に伴って幅広い様相を提するようになる。 依然として、宗教改革以来のプロテスタントが育んできた、教会の役割を重視する者も,も多数存在したが、他方、自分たちの精神的独立や、一切の枠にはめ込まれることへの恐れを、はっきりと表明するも登場してきた。1820年代から1840年代に、かけてこうした、自由主義は、聖書の権威、 キリストの犠牲による信徒の救いは認めてはいたものの、人は自由に、キリストの方へ目を向けることができると断言、正当主義と対立する。19世紀末には、自由主義においては、聖書は他の古代の書物と同様、批判的分析の対象とされ、イエスキリストの復活も、経験から来る弟子たちの錯覚などとされるケースモデルに、至った。こうした自由主義、 合理主義の潮流においても、シャルルバーグネイルなどを例として、深い宗教的精神、熱烈なイエスへの愛は存在し続けたとされることも、ある。ただし19世紀の自由主義、合理主義の流れに対して、伝統主義者たちが反発して、正当派、福音主義と呼ばれる流れが生じ、それ以降激しい構想が行われるようになった、構想は、現在に至ってる。 福音主義の観点からは、自由主義進学は十九世紀から二十世紀初頭に対頭し、伝統的な宗教観に大きな変化、保守的視点からは打撃をもたらしたとされる。福音主義同盟はリベラルとユニテリアンの遺憾に対して福音主義の急過剰を確認した。危機感を募らせた福音主義者は英国やアメリカでキリスト教根本主義、ファンダメンタリズムを起こした。 20世紀初頭、シュライエルマッハーの後継者である自由主義はアドルフ・フォンハルナックの著作、キリスト教の本質を得ていた。当時の自由主義の基盤には3つの楽観主義的要素が挙げられる。1つ目は宗教や倫理においては革新をもたらす唯一の源泉は歴史であるとされていた信念があったこと。この信念の上に 自由主義の神学者たちは聖書を批判的に解釈し、確固とした歴史的核に到達することを目指した。二つ目は、経験の上に自分たちの核心を打ち立てる自然科学と同様に宗教経験を核心の源泉としようとする思考。ただしこの宗教経験には完全に純粋であること、限りない多様性において捉え直すことといった条件づけがなされる。 さらに、現代の知性が、キリスト教の権威、聖書への服従することを軽減し、教義を軽減することへの思考を伴った。三つ目には、キリスト教は、世界の局面を変えることができるという確信が、挙げられる。これは、社会的キリスト教とも表現される。ただしこの潮流は、社会主義の側に着こうとする者も,もいたものの、マルクス主義とは同盟せず、 階級闘争は拒否し、制度の変革、精神の変革を同時に行おうとした。これらの要素は、文明の進歩に対する楽観主義としても、特徴づけられる。しかしながら、ヨーロッパに大参加をもたらした第一次世界大戦は、文明の進歩に対する楽観を打ち砕き、自由主義進学に対する、それまでの楽観も陰りが生じることになった。元は、 歴史的核に到達することを試みていたアルベルト・シュバイツァーが表したイエスデン研究時1906年が歴史を革新の基盤とする方法論の失敗確認書のようなものであったことに見られるように第一次大戦前にも自由主義への陰りはあった。しかし第一次大戦においてアドルフ・フォン・ハルナックはビルヘルム二世の参戦のメッセージを寄贈しており 多くの進学者たちが、その中には自由主義者のみならず保守派も含まれていたが93人の知識人の宣言に署名していたことが顧みられ、文明の危機だけでなく、自由主義をはじめとするキリスト教会の危機が多くの進学者に認識されるようになった。このような歴史的背景のもと、カール・バルトラによる新政党主義神学の潮流が生じた。自由主義。 リベラルと福音主義の見解の対立は19世紀から21世紀初頭の今日に至るまで継続している。日本組合キリスト教会の大崎行動は1889年に同志社で行われた YMCA の下記学校において聖書のインスピレーションと題する講演で高頭批評を擁護し聖書信仰を否定した。ここから日本のリベラルが始まると言われる。 小崎は、世は、この講義において、霊的倫理的インスピレーション説なるものを主張し、聖書に語尾があるとかないとかいうがごとき窮屈な、見解を法的し、これに向かっては自由研究をなさねばならぬ。また個人は信仰の基礎を聖書に置くことをせず、精霊すなわち実験に据えねばならぬことを述べた。上村正久は、上村、エビナ・キリストロンドン層において、 リベラルのエビナ男女を追放したが、上村正久の聖書館もリベラルの影響を受けており、欠陥があったと保守派によって指摘されている。上村は、言語霊館を聖書崇拝と呼んでいた。また、上村がリベラルの教科書を使用したことは、南長老ミッションとの決裂の原因となった。ジョン・エム・エル・ヤングは、日本の教会は、自由主義神学の高等批評によって信仰が、 骨抜きにされており、上村神学が簡易信条主義であったことから、異教の偶像崇拝に対して抵抗する力をもたなったと主張した。福音派、プロテスタントをエキュメニカル派、リベラル派と福音派、聖書信仰派の2派に分類する。日本福音同盟は自由主義神学に対しての福音主義、エキュメニカル派に対しての福音派と定義し、WCC 系のエキュメニカル派、 日本キリスト教団等は、福音主義でないとしている。また福音派は、エキュメニカル運動を、リベラル神学に基づく、教会合運動と定義し、それらエキュメニカル派に対抗する、パラチャーチの組織が成立している。中華人民共和国においては自由主義神学的、傾向、中国語では、現代派と呼ばれるを持つ語を明るいなどが三、自愛国運動を展開したが、 同運動には、保守的進学傾向。中国語では、起用派と呼ばれを持つ教会グループも実際には、加わっていた、マヤ教会、マリア家庭など。もちろん、元用派の中には、三次愛国運動の、指導者の進学を、自由主義進学と批判し、彼らを、不信派とまで断定し、同運動に断固として加わらなかった、オーメ名ド、ワンミンタオなどもいた。テーラー。 リチャード監修、ウエスレアン神学辞典によれば、自由主義は近代主義と同義語である。保守的、伝統的なキリスト教の教えと対照的に、その信念は聖書的というより理性的で人間主義的である。とされる。批判の文書で理性的また人間主義的とされる場合、それは推奨される意味合いにおいて、そのように言われているのではない。 ジョン・グレッサム・メイチェンは自由主義神学、リベラリズムとキリスト教を比較したキリスト教と自由主義神学で自由主義神学はキリスト教とは別の宗教、現代におけるキリスト教の主要な敵は自由主義神学である。キリスト教は聖書の上に建てられているが自由主義神学は罪人の感情の上に建てられる。と結論した。ロバート・チャールズ・スプロールは ペラギウス主義と自由主義神学に救いはなく、救い主はいないとしている。アールメール、カイデルテイユ、ディーロベール、ジーリシャール・モラール、小林慶一、中谷拓氏、プロテスタント、過去と未来180から181ページ、ヨルダン社、1979年5月 a c B000、J8H6UA。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。